やってきました。こちらがですね、長野県の塩尻市ですね、国道19号線沿いにあるですね、食堂 SS です、皆さん。ここらですね、コッシーさんの動画で見てですね、うわーと思って、来たいなと思って来ました。今からですね、ちょっと、ご飯、ちょっといただきたいと思います。名古屋から164キロですね。ちょっとレトロなですね、ここでちょっと食事したいと思います。ありがとうございます。一旦切りまーす。メニュー見てくださいよ、この渋いメニュー。こっから何食べましょうかね。めちゃくちゃ迷います。何しようでですね、ここのこんな感じですけども、ここでですね、この絶滅ロードですね、浜津さんが来たっていうのが残ってますね。こんな感じでですね、雰囲気がいい感じでございます。食堂 SS さんですね。こんな感じです。雰囲気完璧じゃないですか。食べるのはですね、レバニラ、定食をいただきたいと思います。絶滅のですね、浜津隆之さんでですね、サインありますね。食堂 SS さんですって感じで書いてあります。こんな感じです。水があるんでね、振る、はい、水と、こんな感じでいい感じですね。値段がこんな感じです。これ山の感じがいい感じですね。これはもう国道19号線沿いですからね。こんな感じですね。味噌汁でレバニラ炒め、ご飯と漬物ですね。レバニラ炒めでいくらだちょっと分かんないですけど、ではいただきたいと思います。まずですね、ちょっと味噌汁をちょっといただきます。うん、レバーですね、レバーです。うん、いい感じだよ。うん、うん、うん、これはうまい、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 うん、美味しい。これですね、レバーと、あとはもやしと、あとはニラですね。うん、うわ、もりもりです。うん、しかも、安いな。これですね、これ安いわ。うん、うん、うまい、マジですんげえうまいよ、マジで。うん、うん、
な、美味しい。ちょっとこの雰囲気を楽しみながらちょっといただきたいと思います。ワニが炒め定食810円、とってもですね、私の濃い感じでですね、夏にはとってもですね、とってもシャキシャキしてニラがですね、美味しかったです。ごちそうさまです。今回はですね、ちょっとそこにあるですね、黒ごまソフトがですね、美味しそうだったんで、これもちょっとチョイスしました。これもいただきたいと思います。はい、黒ごまソフトですね、これ一応270円ですね。こんな感じですけどね、ちょっといただきたいと思います。あ、なんかごまをすったような感じですね、すりごま。うん、美味しい。うん、これはね、食べるべきですよ。なんかザラッとしてる感じですね、ザラッとしてる感じです。じゃあちょっとですね、このソフト楽しみたいと思います。美味しいです。レバニラ炒め定食美味しかったですよ。でここはですね、あの国道19号線沿いのですね、ドライ食堂 SS さんですね。これですね、すみません、ポストカードですね、この浜松さんのですね、絶飯ロードのですね、これもあのいただきました。これもらっていいということでしたので、で、裏側にですね、こんな感じで、この度は、ご来店いただきまして誠にありがとうございます。またの、お立ち寄りを一度お待ちしております。よろしくお願いいたしますと。なお、道中くれぐれもお気をつけてお借りくださいませと。いい心遣いですね。でも、総評なんですけども、レバニラ炒め定食810円、すんげえ美味しかったです。ちょっとですね、しょっぱい感じなんですけども、夏のね、汗かいてる、私散策してですね、結構汗かいてたんで、すごい良かったです。あと、黒ごまソフトですね、270円で、ポスターに引かれて買ってしまいましたが、美味しいですね、ザラザラして、ごまをですね、ごますりですったような、ごまがもうザラザラ感が味わえてですね、とっても美味しかったです。はい、念願のですね、食堂エゼスさん来られました。はい、どうも美味しかったです。ありがとうございました。